こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本株が急騰し、アジア全体が引き上げられたのに韓国だけ株価が下がりましたが、デッドラインの3000を割ったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。コスピ、韓国総合株価指数が会場と同時に3000ポイント台を割り込んだ。総合株価指数コスピは全営業日 35.87 ポイント 1.19% 安の 2983.31 で取引されている。総合株価指数コスピは前の取引日より21.01 ポイント 0.70% 安の 2998.17 で取引を開始した。コスピが3000ポイントを割り込んだのは3月25日の取引中に 2987.83 まで落ちて以来約6ヶ月ぶりだ。もし3000台を下回って取引を終えれば3月24日終わり値 2996.35 以来初めて3000台を割り込むことになる。有価証券市場で外国人と機関はそれぞれ355億ウォン、397億ウォンを買い越しており、個人は764億ウォンを売り越している。時価総額上位10銘柄の中では全銘柄が下落している。代表株であるサムスン電子は 0.68% 下落しており、SK ハイニックスも 0.80% 下落して弱気を見せている。ネイバーマイナス 1.57%、 サムスンバイオロジックスマイナス 5.70%、 LG 化学マイナス 2.21%、 カカオマイナス 2.58%、 サムスン SDI マイナス 2.69%、 ヒュンダイ自動車マイナス 0.78%、セルトリオンマイナス 5.44% など主要大型株が下落している。コスピの弱気は前日、米証券市場が負債限度関連交渉の難航による不確実性やインフレの懸念に下落した影響とみられる。中国の不動産開発会社恒大集団の破産問題も相次いでいる。ニューヨーク証券取引所でのダウ指数は前場比 323.54 ポイント 0.94% 安の 34,002.92 で取引を終えた。スタンダード&プアーズ S&P500 指数は 56.58 ポイント 1.30% 下がった 4300.46 で大引けした。技術株中心のナスダック指数は 311.21 ポイント 2.14%下落した 14,255.48 で引けた。コスダックも 1% 以上下落している。同時間コスダック指数は全営業日より18,79.191% 下がった 964.41 を記録している。コスダック指数は全営業日 983.20 より8.96 ポイント 0.91%下落した974.24で取引を開始した。コスダック市場では外国人と機関投資家が324億ウォン、66億ウォンをそれぞれ買い越しており、個人は357億ウォンを売り越している。それではネットの反応です。政府が機関外国人に空売り無制限にしてるから個人だけが大きな被害を受けている。政府が恨めしい。回転取引や空売り勢力、金融カルテルらは個人投資家の血を吸うのに楽しそうですね。不公正な大韓民国株式市場、金融後進国。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。